はい、えー、今回は足して一となる形を作ると。3、え、棟、ー、通り。うん。でね、えー、今回はね短くってえ三、ー、十秒以内にカッコ一カッコ2両方、えー、解けるようにっていうことです。まずカッコ一から。はい。ええー、とね、うん、えー。こういうよくある基本的な問題。えー ベクトル AP が AB と AC 使って実はこうなります。5分の 1AB と5分の 2AC ってこうなります。で、その場合こうやって AP 伸ばして BC と交わったとこ9というふうにすると BQ 対 QC を求めようっていう問題。で、これ入試で出た場合はまた、えー、と、チェバの定理使ってね、三角形の周りぐるっとねで、かける1っていうのを使ってやればいいんやけど、今回はベクトルのちょっと練習をしようと思って、で、こうやってやってます。 でね、えー、点 Q はっていうのは、うん、あ R かつって言っててね、えー、点 Q を新たに出てきた点を説明するというふうにして、直線 AP 上です、直線 BC 上ですっていうふうにして、R を数式に直して、E を数式に直して、連立とかやってももちろんいいんやけど、えー、実はそんなことしなくても、えー、簡単にすぐ出てきますね、すぐ求まるって書いてある通り。 はい。えー、実は、えー、ここの答えね。えー、こいつを使ったら、実はすぐ出てきます。ね、うん。えー、通分して5分のっていうふうにまあしてみました。ねでね、えー、っと、内分の公式とか分点の公式とか知ってる人多いと思うけど、えー、よく足して1というね、えー、のを使うわけよ。でね、えー、ここね、1ab2ac やったら、えー、1足す2をして下を3にしてしまうんやね。 そうすると、これは、えっと、あの、文点の公式の形になっているから、えー、だから、えいいというね。まあ、そういう形やねんけど、えー、たったこの1たす二は3っていうふうにする小学生の計算だけで出てくるっていうね、のをちょっと言っとこうと思って。で、勝手に五三に変えたから、後ろ、辻褄合わせをしとかなきゃいけないけど、えー、こうやって作る。作る。で、えー、これはっつったら、この四角で書こうだとかね、これも実は永久になってるわけよ。 ねうんえー、ベクトル AB、ベクトル AC。えー、これ、えー、BC を2対1やね。逆になるから注意しなきゃいけないけど、えー、ここが2で、ここが1へ、ね、指届いてない。<laughs> 2対1。と、ねえー、いうふうに内分する点っていうのは分かってしまうわけ。なんでもういきなり答えよ、ね、うん。というふうに、えー、やると早くていいとね。いうやつです。まあ、なんでこういうふうにベクトル AB とベクトル AC で、なんとか AB 足すなんとか AC ってね、こうやってよく出てきたら、まあえー、とすぐこういうふうにやるという習慣をつけとくといいよ。 ねうん、線形結合って言うけどね、ベクトル AB とベクトル AC の線形結合の形で出てきたら、すぐこうやると、えっ、ー、と、分かってしまうよっていうね、いうことです。はい。で、もう一問練習のためにやってみましょう。ね、はい。うん、えー、同じような感じでね、ベクトル AP がベクトル AB、ベクトル AC、線形結合で表されてます。こうやって出たとします。じゃあ点 P の場所が図示できますとね、えー、そういう問題やってみて、三角形 ABC 書きました、ね。問題文ね、えっ、ー、と、すごく、あの、えっ、ー、と、シンプルにしか書かれてないけどね。 はい、でやっぱりやることは一緒でまあ自分はよくこうやってね4分のってこうやって持ってくんねんけど4分ので3足すには5やのになんで4やねんっていう風にするわけで3足すには5っていう風にしてで後ろをつじつまわせ5が約分して消えるようにねするわけよ。はいというわけでそしたらここの部分がこれが終点が BC 上にあるっていうねいうことで2対3か。ね うん、なんで2対3っていう風にした後に4分の5倍くっついてるからこれね。BC を2対3に内分する点を、えー、4分の5倍やから4対1になるわけね。えこんな風に、えー、このね、えー、っと問題文のここから比が2組パッと分かってくるわけよ。 2,3で4,1というふうに分かって P の場所が分かるというのがすごく便利なので、これをちょっと紹介しとこうと思います。はい。ということでね、えっ、ー、と、たった今回の各位置と過去には合計して30秒です。えー、なんで、パーンとやれるようにしてみてください。はい。じゃあ、えー、ここまでにしましょう。ありがとうございました。